どうもみなさんこんばんは、ヨドバシです。今回はですね、こちらですね、ポケモンホーム解禁されてから、このクレセリアというポケモンをね、連れてこれるようになったんで、まあ、今回はこのポケモンを使っていきたいと思います。多分ね、今作一番の最強ポケモンになるであろうと思われるポケモンなんですけど、まあ、その理由がね、テラス、まあ、今作変更できるじゃないですか。テラスっていうか、タイプ変更できるじゃないですか。まあ、クレセリアってエスパータイプで、まあ、ゴースト悪がまあ弱点なんですけど、まあ、電気タイプに変えることによって、まあ、それを当番にしつつ、で、こいつの特性が、冬なんですよね。で、冬ということは、電気タイプに変えたら、地面タイプの技が効かないということで、実質、あれなんですよ。まあ、型破りとか以外は、まあ、弱点を突かれないということで、まあ、本当に、最強ですね。このクレセリア。で、技構成がこの最高記念数10万ボルト、月の光、瞑想ってなってて、まあ、持ち物食べ残し、で、ズブトイの HB ブリで、残り4が特防に振ってますね。で、こんな風に耐久しつつ、まあ、瞑想月の光で、まあ、回復して、まあ、相手を倒していくって感じですね。で、まあ、多分ね、BDSP とか、ウルタサンムーン、ウルタサンムーンはどうだっけな。まあ、10万ボルトの枠がね、基本的にはね、ムーンフォースの方が多かったと思うんですけど、まあ、今回電気テラスにするっていうことでね、10万ボルトを採用していますね。というわけで、じゃあ早速対戦の方行きたいと思います。どうぞ。さあ、マッチングいたしました。お相手、長谷部さんですかね。対戦の方よろしくお願いします。なんかゴリランダーいますけど、まあ、あいつはグラスサイダー、なくなったんで、どう使うんですかね。で、まあ、さっき言ったようにクレセリアをね、使うんですけど、まあ、初手はね、ランド出して、まあ、クレセリアと、あと一体は何にしようかな。まあ、ちょっと通りにくいかもしれないですけど、ガチグマいきますかね、せっかくなんで。翡翠組はまだちょっと一回も出してないかもしれない、動画内で。まあ、この3体でいきましょうかね。まあ、相手の、本当にゴリラがね、グラスラ今作、なんか取られちゃったらしいんで。あいつグラスラできないと何ができるんだろうな。ドラムアタックってその相手の素早さをまあ1段階下げつつ攻撃する技なんですけど、まあそれが強いかって言われたらちょっと微妙なところはあるんですけどね。まあお相手もなんかクレセリアとランドがいるっていうことでね、まあ自分と同じような選出をしてくるんじゃないでしょうかと思ってはいるんですけど、まあまあまあなんとかなるとは思いますね。てか、このゲームな、マジで、ホーム解禁してくれたのはいいけど、やっぱテラス変更したら使えなくなるバグとかなんか、その他もろもろ、ちょっとバグまだあるんで、まあそこら辺早く直してほしいですね。まあそれでなんかその次のシーズン、クレセリアとかは使えるらしいんですけど、いやーでもそれでなんか問題のあるポケモンって言ってたらちょっと悲しいんで、早くそこら辺は対策して、まあ次のシーズン迎えるようにしたりしてほしいですね。で、お相手は大剣気、あれ翡翠だな、確か翡翠の大剣気ですね。で、まあこっちは最初ステローから巻いていきましょうかね。まあ相手多分まあ厳しい負けるもんね。まあこっちはね、HB のランドなんですけど、まあ、ステロ巻いて、まあ、その後どうしようかな。ガンプでもいいけど、地震で削り優先でいこうか。別になんかこいつにガンプ撃ったところでっていうところはあるんで、まあ、地震でいきましょう。シェルグレードか、切れ味かな、じゃあ。まあ、威嚇入ってるんでね、そこまで大したダメージないんですけど。で、ここオーボン発動するんですけど、この HP ちょっと釣り耐えるか怪しいな。釣り耐えるんだったら、トンボで、なんか、また残しておきたい気はあるんだけど、どうだろうな。耐えねえかな。ギリ1でも耐えてくれたらな。ま、さすがに耐えねえか。ま、ちょっとだけでも残してくれたら、ま、クッションとして、ま、働けるかなと思ったけど、ま、結局、ま、どの道こっからクレセリアで、サンタでワンチャンいけるから、クレセリア行きますかね。で、ま、相手多分、エスパータイプなんで、こっちが、ま、試験地並み、まあ、打ってくるとは思うんで、まあ、電気テレビして瞑想かな。ちなみに、この対戦前にも何本か動画撮ってたんですけど、まあ、クレセリアの動画撮ろうと思ったんですけど、電気テラスをね、使わずにね、クレセリアポン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 買っちゃったんで、まあ、動画としてはなかなかできなかったんですよね。
現地へ波来たー。オッケー。これはね、さっき冒頭で言ったようにね、あれできるんで、当番にできるんで、ね、抜群じゃなくなるんでね。これが強いよな。片破り以外マジで、クレセリア弱点なくなっちゃうっていうのは強いよね。ちなみに、クレセリアって今作入って、確か種族値ちょっと弱体化入ってるんだよな。B と D が10ずつ下がってるんじゃなかったっけ確か。で、まあ、ここは瞑想ですね。相手多分、突っ張ってくるのかな。まあ、大剣技切っても良さそうな気がするから、まあ、突っ張ってはきそうかもしれないですね。あ、大剣技引っ込めてきた。何出てくるんだろう、これ。ほんまよ。そういうことか。え、お前出てきても何もすることなくないか。まあ、ここ瞑想を積んで、今瞑想2段階だっけ ?3 段階だっけ。まあ、どっちでもいいや。とりあえず、瞑想積んで、まあ、多分なんかテラス切ってきそうだけど、さすがに電気タイプ相手にそのままでいるっていうことはなさそうだから、まあ、一応10万ボルトでどんだけ入るか見てみるか。相手、まあ、やっぱテラス切ってきたよね。何テラス、スカテラスってあんのかな。ペアいいか。まあ、あれか、じゃれつくでゴリ押しって感じだから。まあ、一応自分のクレセリア HB の図太いなんで、まあ、そんなにも食らわないんじゃないかな。でも、こっちの方が早い。10万、まあまあまあ、次倒せるから、じゃれつくがどんだけ入るかによってだな。まあ、多分ね、まあ、どのみちじゃれつく打たれたとしても耐えきれるから、相手多分、ここ悪事切りすると思うんで、月の光で回復していきましょう。まあ予想通りだな。で、まあここは月の光で回復しつつ、で、まあさあ次また悪事か。まあ、でもどうやったっけ相手裏何いたっけな。まあ、そのまま突っ張ってくるのに10万ボルト落としたいんだけど、なんか、10万ボルト、あー、ランドいるんだったらランドワンチャン出てくるかもしれないから、最高記念数。引っ込めてきた。相手、あ、ヒードランか。ヒードランだったら10万でよかったな。まあまあまあ、でも、ほぼほぼ勝つやと思うな。もうクレセリア一体で、なんとかできそうだわ。まあ、最高記念数は今一つだからあんま効かないけど。まあまあまあ、次の10万2回で倒せるかな、さすがに。まだ10万打ってるだけで、倒せそうっすね。まあ、月の光も使わずに勝てそうであるかな。降参選ばれました。対戦の方、ありがとうございました。いやー、気持ちいい。まあ、今作多分最強のポケモンとなると思うんで、皆さんもぜひ使ってみてください。それではまた次回の配信か動画でお会いしましょう。バイバイ。